今夜から始まりました、はい、FM 宜野湾毎週火曜日夜8時から名犬とシーゲルのおじいちゃんぷる、はい、おじいちゃんぷるというお時間がやってまいりました、はい、今夜は第1回目ということで、うん、あまりよく要領が分かっていませんがやってる本人、はい、何をやるんでしょう、はい、おじいちゃんぷるということでございまして、うん、チャンプルってのはそもそもね、どういう、ね、混ぜいろんなものが混ざってる、混ぜこぜ、混ぜこぜ。だからまあおじさんが2人、うん、私名犬は名犬バンドのリーダーでボーカル70歳でございます。はい。でシゲルちゃんは、私がその名犬バンドのギターをしたり、はい、したり、あるいはベースをしたり、ベースをしたりね、はい。まあ、あとは剣も弾くというね、僕はまあぼちぼちね、お話しもう最初からこんな話になってもカテゴリーが違うのでお知らせというかね、まあ、この番組が始まるにあたって、はい、まあ、いくつか面白い話もありまして。なるほど。私どもの名犬バンドが、はい、長年親しくさせていただいている、はい、奄美大島のある青少年の支援センターというのが、はい、あってですね、はい、うん、そこがね、そこの、まあ、先生やスタッフや、はい、卒業していった巣立っていった生徒さんというか、はい、預かっていた お子さん方が中心になってですね、うん、映画化の話が今進んでおりまして、はい、まあ、メイキングバンドもお付き合いしていて応援はしていたんですが、本格的にこれから応援をしていこうと。なるほど。ちょうどこのタイミングと会いましてですね、なんかねいい感じなんですよ。そう、映画になるってぐらいだから、うんうん、そのそんじょそこらのエピソードではないわけですよね。そうそう。それでね、うん、すごいんですよ。すごいんですけど、うん、まあ今からなんですよ大体、うん、それで、まあ、この番組も始まるっていうことで、うん、そのプロデューサーの映画のプロデューサーの方と話をして、うん、はい、まあ、プロデューサーですから全体のことが分かりますからね、はい、映画の、うん、で、まあ、そのいつまで、まあ、例えばキャスティングがかかったり、うん、撮影がかかったり、うん、そこから、まあ、それこそ劇場で公開されたりする間にですね、うん、ずっと情報をいただきながら、うん、この映画がどんな風に進んでいくかっていうのをね、お知らせしようかな。なるほどね。まあでも実は、まあ、食べるものもないとか、ね、今日のご飯も食べれない、帰る家もない、家がない、うん、そもそももう家族もバラバラ、うん、いるかいないか分かんない、まあそんなようなこう普通でその例えば恵まれない子たちだとか、そういうくくりにできない子たちがいるんです。恵まれないっていうレベルじゃ極限状態じゃないですか、うん、そうそう。それをもともとね、そこの先生は消防隊員だったんですけど、はい、死んだ遊びをしてる子がいるから行ってくれと言われて、うん、そもそも行って、はい、で話を聞いているうちに、うん、まあ、自宅のこととかだんだん家庭の事情も分かってきてですね、はい、これはまあほっとけないというか、はい、まあ、先生優しいんでしょうね、もともとが、うん、でそこからこれはその半端なことで、うん、この子たちを、まあ、救ったり更生させたりはできないと、はい、まあ、いうようなことで徐々に徐々にその子供たちに、まあ、近づいていって、はい、で一人でも多くのそういう子たちをですね救おうということになって、はい、まあ、一生懸命されてたんですよ、はい、でまあそれ個人で個人のようなもんです。消防隊ですから昼間は行政マンですね、うんうん、職員さんですよね、うんうんうん、でだけど その子たちは、うん、まあ、活動がっていうか夜に徘徊したり出て行ったり、事件は夜起こるわけですよ。そうすると先生はその行かなきゃいけないですね、うん、もう その時は公務員の5時の仕事は終わってますから、はいはい、そういう時にこう出かけて行って、うん、まあ何て言うんですか、そういう支援活動をしていたと、うん、まあ、フォローするわけですよね。もうねそれ大変でね、まあ、結局先生もう40年されてるんですよ、うん、でも役所も退職されて、うん、ご自分で自費でそういう施設も作って、はい、で寝泊まりもできて、うん、で、まあ合気拳法というその合気道みたいなことをやられてるもんですから、はいはい、まあ、そういうのも自分で全部作って、でそういう
愛知憲法で稼いだわずかな金ですらその子たちにつぎ込んでその支援活動を続けているというすごい人なんですよ。博愛精神でできている方ですね。そうですね。そういう大変な先生だった。すごい先生だったってことですよね。そういうことです。で、まあ、映画になって、うん、今から本格的に撮影とか始まって、うん、いくだろうと、うん、まあ、いうようなことでございます。なるほど、動き出したわけですよね。動き出しました。で、まだですねこの詳細というか、うん、お伝えできない時間、まだ記者会見も終わってないですし、うん、はい、どこまで喋っていいかっていうのがなかなか難しいんですけど、ね、うん、今ね脚本の先生が、はい、ほぼほぼ初稿が終わったくらい、うん、くらい、うん、で、こっからその俳優さんとか、うん、まあまあいろいろですよね、キャスティングとかもいっぱい今、はい、準備中の最中だろうと思います。で、今日はねたくさん喋れないので、うん、一件だけ、はい、僕らにそのこのデータをくださるっていう方がね、うん、タック安倍さんっていう方なんですよ。おう、タック安倍さん、うん、タック安倍さんはね名前からもなんとなく分かるようにね、うん、はい、アメリカハリウッドの、はい、映画関係の仕事を長年されていて、はい、黒澤明監督の、うん、まあ、ハリウッド進出を40年にわたって、うん、まあ、いろいろと支えて、はい、くださっていた方で、黒澤先生とはもう絶対の関係があってですね、うん、その方が今度の映画のプロデュースもされることになって、はい、そのタック安倍さんからですね、はい、この奄美の地だという映画名なんですけど、うん、これ許可もらって奄美の地だという映画なんですけど、この奄美の地だの情報をコーナー、まあ、だから奄美の地だのタックさんの最新ニュース、はい、そういうコーナーを作ってですね、うん、毎週、なるほど、少しずつですけど皆様、はい、この奄美の地だの情報を流していきたいね。番組立ち上がる前からもうコーナーで、そう、ね、すごいですよね。1回目の時から決まってるという1回目の、うん、なんか取ってつけたみたいな。いやいやいや取ってつけてないですね。いろいろとそれは事情が三条あってね、うん、そうそう、こういうお知らせになるんですけれども、はい、ね、だからね、たくさんの奄美の地だコーナーをね、はい、まあ、一つ、よろしく皆さんに聞いてもらって、徐々にその映画がどんな風にしてできていくか、はい、お伝えできます。そうですね、まあ、今は我々もリスナーの皆さんも、うん、なんか雲をつかむような話かもしれませんけど、これ確実に進んでいきますから、そう、もう産声を上げた映画が完成してみんなで鑑賞するっていうところまで、はい、二人三脚じゃないけど、はい、一緒にね、はい、うん、足跡をこう辿っていくっていうなかなかない企画だとは思います。すごい。そうですね、うん、ちょっとこうタイムラグっていうか、ずっとこの沿って行くわけですから、うん、映画が完成するまで、で上映会されるまで、うん、結構それはそれなりにね面白くなる、したいなと思ってるわけですね。ですよね、はい、そういうんでね、この映画はまあちょっと趣旨がね、うん、その、まあ、興行というよりも、うん、まあ、世の中にその本当に苦しんでる子たちを一人でもみんなで救いたいという、うん、元々のプロジェクトですから、それは今までとはね同じではなくて、まあ、できるだけ多くの人に関わってもらうことがこの映画の成功かどうか、うん、まあ、それも一つのバロメーターだろうと思って、まあ、メイケンバンドもお手伝いしようと、まあ、そういうふうに思っております。ね、こうふとした出会いがいろんな広がりを見せるっていう、まあ、そのね、奄美の青少年の支援施設の先生と出会ってメイケンさんもこうパッと目が開かれたわけですね。そうですね、まあ、そういう世界は本当知りませんで、同じ県内で、うん、もうテレビもラジオも新聞 もうずっと取り上げられてるんですよ、うん、なのに知らない。だからびっくりして、そんな方がいたんだと思ってね、本当びっくりしたんですよ。まさにね、メイケンバンドも運命が変わったかもしれないですよね、これで。そうですね、はい、まあ、みんな同じことはできなくてもね、それぞれ特性があるから、できる形で、うん、協力をしたりとか応援したりとかっていうことで、はい、みんながこう一丸となってね、一つのものを作り上げられたらいいですね。いいですね、うん、ということでね、はい、今日の一曲目は、はい、僕が作詞作曲で、うん、した諦めないでと
という曲ですけど、しげちゃんが、はい、アレンジをしてくれて、ね、はい、まあかっこいい曲に仕上がってますからね、うん、そうですね、ぜひ皆さんに聴いていただきたいです、はい、それではメイケンとシーゲルのおじいチャンネルの記念すべき第1曲目がおじいチャンプルだからねおじいチャンプル、おじいチャンプルタイトル間違ってる最初からおじいチャンプルの第1曲目は、はい、メイケンバンドの歌で諦めないで、どうぞ。待ってました。エステサロンと美容室の皆様へお知らせです。在庫を持たずに商品が売れる、予約もバンバン入っちゃう夢のアプリがついに誕生。エステサロン美容室のデジタル化のお手伝いは美容と健康のダダアプリにお任せください。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
こんなアプリを待ってました。エステサロンと美容室の皆様へお知らせです。在庫を持たずに商品が売れる、予約もバンバン入っちゃう夢のアプリがついに誕生。エステサロン美容室のデジタル化のお手伝いは美容と健康のダダアプリにお任せください。はい、前半戦お送りいたしてまいりました。はい、天海の地だという映画化のお話をちょっと触れさせていただいて、その曲にちなんで名犬バンドが作った諦めないでを聴いていただきました。ありがとうございました。はい、まあ、こういう形で映画をちょっと、ご紹介もしながらですね、シーゲルと名犬でこう時事ネタということで、まあ、いろいろと話を毎回です、ね、やりたいと思います。おじいちゃんの時事かもしれないし、時事砲弾の時と事柄って書いて、もう時事だからこう痰が絡んだりなんかしますけども、そうですね。しげちゃんとはね、あれですよね、FM ギノワンさんでは、はい、僕の名犬の UFO チャンネルの時代に、そこにティッシュがありますよ。いや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 、そっとしようと思ったし、そっとしようと思ったけど、まあ、ずっとこのガラガラ声でお届けするのもいかがなもんかとは思うので、まあ、そっち飲む方ですね、私はティッシュで鼻を噛んだり、そうそうそう、タンを出すのかと思った。いやいや、そう、いやいや、そのなかなかラジオで言えない感じの、ラジオならね、できるんですよ、こういろいろ。YouTube も回ってますからね。なるほど。これでね、できないんですよ。この本当にね、夜の8時からっていう放送の中にあって、こういうね話題はいかがなもんかと思いますけど、僕の青春の一幕でもあるわけですよ。これまずかったカットしてもらって全然構わないんだけど、僕が15の時に上京したんですよ。その時にいろいろその今まで田舎では見聞きしたことがないもの、新しい経験っていうのをいっぱいしたんですけど、その中でもね、のけぞって驚いたことがいくつかあって、その中で本当にね、皆さんにお伝えする必要はないと思う、ないと思うけど、親父のつぶやきね、親父のつぶやきとして聞いていただきたいんだけど、あの秋葉原の駅で初めてうどんを食べたんです、その時のうどんのつゆの色に引きました。うどん、うどん醤油味でしょ、醤油色。そうなんですよ、醤油色というか、もう僕には、そうなんですけど、パッと見た目がもうそのコールタール。いや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 、それはないでしょ、そこまではないでしょ。コールタールに見えたね、僕にはね。で、そのつゆを注ぐじゃないですか、湯切りをして、で、みるみるそのコールタール色に染まっていくわけですよ、麺が。瞬く間に、これ新しい文化だなと思って。でも食べてみるとそこまでなぜかしょっぱくないのね、色味からすると、この色味からするともうえげつない辛さが脳髄をつんざくんじゃないかと思って覚悟して食べたら、まあ関東風味というんですかね、それが、そこそこ味わい深いものがありまして。そうですか、それちょっとね、不思議な、ちょっとコールタールは言い過ぎでしょ。だからでもあれなんでしょ、田舎が薄い、そう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 、何ていうんですか、だから昆布だしとか、そういうのだから薄い茶色だったものが、それ何だったんですかね、濃い昆布だしでもそんな濃くないですよね。なんでか分かんない、まあ結局その僕の目にはですよ、その麺が液体に使っている部分は黒すぎて見えないっていうレベルなんですか。いや、さ、僕もそうですよ、僕だったけどラーメンだったんですよ。あ、ラーメン、ラーメンは鹿児島で豚骨スープで、まあ白いから、これは、これがまあ最初ラーメンっていうからラーメンだろうと思ってラーメンで頼んだら、黒いのが来たって思ったりそうだったね。これはね、白と黒だから、まあ、そう思えるんですよ、醤油ラーメン、うどんと言われたら今ね、うどんも黒かったですけど、黒いんですかね。でもこれ FM ギノワンさんでしょ、僕何年か前にね、沖縄
にもお邪魔させてもらって、うん、そこでもまたね、のけぞって驚いたことがありました。何驚いたんですか？それ飛行機に揺られてっていう表現は当たらないかもしれませんけど、まあ多少ね、なんか良くなかったんだね。まあまあ揺れたりとかして、もう頭がちょっと痛くなったりしたんで、まあ那覇空港に着いてから、まあね、ちょっと軽い食事でも取ろうかと思って、まあでも麺類にしとこうかなと思ったわけですよ。その沖縄の食堂に行って、こうちゃんぽんってあったから、じゃあちゃんぽんなら食べれるかなと思って、じゃあちゃんぽんお願いしますって、で来たら、あ、すみません、これ間違ってますっていうぐらいの勢いのものが出てきたんですよ。それがね、僕頼んだのちゃんぽんじゃないですか。ちゃんぽんね、なんか豚肉と玉ねぎのみじん切りみたいなのが炒めてあって、それがご飯の上に乗っている物体だったんですよ。もうなんかスープ、玉ねぎそぼろ丼みたいな丼ですね、それね。丼です、丼って、まあまあそう、なんかちょっと深みの平べったいお皿に乗ってきたので、まあその、ね、空港ですか？いや空港じゃない、空港から結構離れて出て、車でしばらく走ったところの、まあ割とみんなに人気 の、 その定食屋さんみたいなところだったと思います。ところで、それは何ちゅう料理かわかるんですか？ちゃんぽんなんですか？それがちゃんぽんだったんですよ。だ沖縄では、その沖縄全土でその肉そぼろ丼みたいなものをちゃんぽんと呼ぶのかは分かりませんけど、もうその入った定食屋がその沖縄の島のどこの場所なのかも分かりませんもん。しばらく30分ぐらい走った後のことだったので、それね、ちゃんぽんね、ちゃんぽん、ちょっとそれはね、沖縄の人にも聞いてみないといけない。そう、ちゃんぽん知ってるよっていう、食べたことあるよっていう方はぜひメールをそうですねしていただきたい。ぜひ、それはこういうことだと、ことの天罰はね、それは。そう、だ実際そういうだったそう、ご飯物でちゃんぽんっていうお料理があるのかどうか、あるのかどうかね、あったから出てきたんでしょうけど、そうですね、まあ、それでびっくりしましたという、ね、もう長崎ちゃんぽんみたいなのをイメージしてたら、そのご飯物が出てきたので、えって思いましたよっていう、その沖縄の思い出でございます。はい、じゃあまあ今日はおじいちゃんぷるが、おじいちゃんなんか麺ちゃんぷるだったり、そう、ご飯ちゃんぷるだったりしましたけど、しげるちゃんのね、今日は初めて、はい、東京の思い出と沖縄の思い出、どんな思い出やってるんですか？あんまりいい思い出じゃん。あんまりいい思い出じゃない、まあまあ、おじさんの思い出ですから、こんなもんだと思うんですけど、はい、まあ、第一話はそういうことで、しげるちゃんのあちこちの思い出ということで、多分勘違いがいろいろあったかと思いますけど、はい、じゃあそうです、最後はまたしげるちゃんの曲で今日は締めましょうかね。あ、いいですか？記念すべき1曲は、はい、はい、でも番組も終盤に差し掛かったっていうことでですね、はいはい、そろそろもう皆さんもね、ラジオ消して帰ろうかって、うちにいらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますけど、それでもお送りしましょう。シーゲル小野で帰ろうか。あ、帰ろうかですね、はい、大好きな歌でございます、はい、では皆さん、シーゲルちゃんの帰ろうかを聞きながら今日はお別れでございます、はい、また来週よろしくお願いします。帰ろうか泉の里、北風に乗って帰ろうか泉の里、鶴に紛れて
懐かしくて、そういやもう